ザ・ランページのパフォーマー竹千佳青が出身地である兵庫県宝塚市の宝塚市大使に就任本日10月11日に宝塚市役所にて移植式が行われた写真竹千佳青が市長から移植状を受け取った瞬間ほか全6枚宝塚市では市民に夢や希望を与え郷土愛の情成を図るために文化芸術スポーツなどの振興に顕著な功績を有し 死にゆかりのある人物に宝塚氏大使を移植している。本日山崎春江市長から移植状を受け取った竹地海青は宝塚市の素敵な魅力をたくさんの方に発信していきたいと思いますので温かい応援をよろしくお願いします。と意気込みを明かしたインタビューやイベント出演など竹地の大使としての活動は今後宝塚市の公式 SNS